金道とは強くなることと見つけたり、ガチャ道とは沼にはまることと見つけたり、我狂気廃課金者となり、目の前のキャラすべてを取る。数奇小生の宿を信じ、今日もガチャの道を進まん。みなしごの仕事1周年限定外伝ガチャ。はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。ですね、やってきましたアニバーサリーですね。そしてアニバーサリー限定のね、ヒーコ鬼ヶ島、タバル坂に、こっちじゃないな、グリナリスですね、いますね。さあ、この4体がね来ました。でガチャ詳細をね見ていきましょう。まあね、こう今日ピックアップはヒーコと鬼ヶ島ということで、ガチャ内容ですね、こっちを確認していきましょう。ピックアップのねラインナップとしては、本日2月に18日ですね、ヒーコ、革命の勇者ヒーコですね。あと鬼ヶ島がね、前日期間ずっと鬼ヶ島がありますので、今日ヒーコ引けたら明日はクリナリスかタバル坂が引ければというところですかね。うん、ではですね、まずは、ピックアップですね。ピックアップ今ヒーコにしてますので、さらに確率が上がるのかな、よくわかんないですけども、こちらで引いていけば、変えられるみたいですからね、ヒーコなりタバル坂になりね、毎日変わるので、ここら辺はね取れたら変えていくといった感じでいきましょう。ではいきます。優勝ガチャ半額来てください。さあ、おっと、やっては来たけど、これは昇格あり得るか。天才お願いします。天才は来なかったですね。さあ、そしてここですね、オーディションので限定メダルももらいました。投票権ももらいました。そして3等が2つですね、ありがとうございます。これもまた集計していかないといけないかなっていうところですかね。さあ、行きましょう。もう一回ですね、優勝ガチャ行ってみましょう。ドンと、お、スキップ遅くだった。ミッドウェイはやってこず、これは厳しいですね。お、お、それでも来ましたよ、来ました。さあ、お願いします。素晴らしい成果ですね。すり抜けアモルですね。アモル、ありがとうございます。さあ、今度は、さあ、5等と6等ですね。はい、じゃあ優勝ガチャは終わりました。では行きましょう。今度も、セレクトでピックアップ対象にしましょうね。さあ、お願いします。ドンと。さあ、ミッドウェイやってきて、プルプル震えました。これは期待が持てる。さあ、どうだ。おっと、でもこれはいいぞ。さあ、お願いします。素晴らしい成果ですね。うん、すり抜け、すり抜けてる、すり抜けております。さあ、これは3等が2つですね。3等が2つ。さあ、行きましょう。続いてお願いします。ミッドウェイやってこなかった。もうすり抜けはきついですね。でも SSR は来てくれてますからね、ありがたいところなんですけども、すり抜けは怖い。
さあ今度は4等が1つですね。さあお願いします。ミッドエア成功数、さあどうだ。金が3つある結果から昇格天才。やっぱりねミッドエアが来てないと難しいですね。さあ行きましょう。おっとそうです、これをね忘れてますね。4等が2つですね。では行きましょう。ドンと、ミッドウェアってこず。でも虹はねそれでも来るんですけどね。金が3つ昇格はありえるのか。ミッドウェアお願いします。あかーんっていう感じですね。さあが2つですね。でいきましょう。はい、ドン。ミッドウェアやってきて、やってきたノーミー。辛い戦いが始まってきております。さあどうだ。昇格お願いします。天才。この天才にお任せあれ。素晴らしい成果ですね。天才もやってきたのにすり抜けてる。これはさあお願いします。ミッドウェイはやってきてるんですけどね。ミッドウェイはやってきてるんですよ。仕事をしてるんだミッドウェイ。かなりきついものがねありますね。こうアニバーサリーっていうのは。どんどん増えてきております。増えてきております。さあですねこうね、4等が当たってよかったですかね。さあ行きましょう。どんどん増えこず。さあそして虹は来ない。金が1つ。 SSR は来なかった。素晴らしい成果ですね。2つ増えるんだな。2つ増えるのなっていうところですね。新規ユニットも欲しいところ。さあ3等が当たりましたよ。4等も結構ありますね。ありがとうございます。では行きましょう。10連目ですね。そろそろ来てほしい。ミッドへやってきたのみ。そろそろね、欲しいなと。これはもう確実に昇格でしょう。これで昇格なかったら泣けてくる。泣けてくる。うーわワーテルロ。うわこれはつらいな。6等6等6等。つらいなあ。さあ11連目いきましょう。ドンとミッドへやってきて、やってきたのみ。ちょっとね脱力感が激しいですね。さあこれで昇格はありえるのか。さっきなかったからな。あれだけ SSR があったのにワーテルの祭りでしたからね。これはきつい状戦いとなってきております。さあ12連目ですね。お願いします。ミッドウェアやってきて、プルプル震えた。今度こそお願いします。本当にお願いします。さあやってきた SSR2 枚、これです。2枚ともすり抜けは怖いところ。お願いします。奥の戦場は乗り越えるべき試練だ。鬼ヶ島ありがとうございます。先進は来てくれました。ありがとうございます。さあそして続いてはどうなんだ。お願いします。本来なら僕たちの出会いは見果てぬ夢。所詮一瞬の夢幻に過ぎないんだろう。だけど師匠会えて嬉しいよ。きつい戦いとなってきました。きつ
厚い戦いとなってきました。さあどうなんだ、さあ軽くいきそうですね。これ天井間違いなし。ミトへやってきてプルプル震えた。今度こそヒーコお願いします。深追いではない、ヒーコお願いします。さあ今度こそトップに来てるんですからピックアップお願いします。素晴らしい成果ですね。ピックアップヒーコのはずなんだけどな。これですよ、これがガチャの怖いところですよ。ガチャの怖さを知らされております。いやー SSR は来てるし、ミトエも仕事はしてるんですけども、ここまで外されるとですね、素晴らしい成果ですね。どうなんだ、天井ですね。さあ天井しましたというところですね。続きが天井ですね。さあ天井ガチャ行きたいと思います。お願いします。ミトエ仕事しました。さあ誰でもいい、とにかくヒーコ、今はヒーコ、今日はヒーコ、お願いします。素晴らしい成果ですね。すり抜けてる、三千桜来てる。うわーですよ。さあ行きましょう、ヒーコいい加減来てください。 SSR は来てるんですけどね。いやはやといったところです。さあテンションがねだだ下がりですよ。4等は当たってませんね。さあ行きましょう、170連目です。そして誰も来ず、ミトエ来ないですね、来ないですね。これは昇格なしでしょう。さあ行きましょう、続いては3等ですね。2等とか1等が来てほしいとこなんですけどね。まあいいでしょう、お願いします。1800枚目、ミトエやってきました。テンションだだ下がりです。これはねつらい、4等なしですね。さあ190連目です。ミッドウェイコツです。これダブ点3点もありえますかね。これ昇格はね、素晴らしい成果ですね。SSR なんかはかどるな、はかどるかな。3等が2つ、4等が2つです、1つですね。さあ行きましょう、200連目、記念の200連目、ミトへ来たけど震えない。 SSR も今来てないですね。さあお願いします。先進天井はしましたが、4等1等ですね。さあこれで2000、先進天井で今回は終わりですかね。はい、ということで今日のところは終わろうかなと思います。またね明日以降。はい、かき集めてきました1800ダイヤ
ダイヤじゃないですね。血類石ですね。もう6回ですわ。もう6回分ですね。さあ行きましょう。さあ、どんと、あーっと、スキップ押したら SSR2 枚。ヒーコ、お願いします。どうたくでしたね。名前が出てこなかったけど、うわー、そうですね、そういえばそういうこれありましたね。行きましょう。優勝ダイヤお願いします。うわー、なんか離れてる。どっちかが来てくれればいいんですけど、ミッドウェイやってきてくれてるから、これ昇格天才、素晴らしい成果ですね。天才が来ない天才が来ない。回収ですね。回収でしたね。さあ行きましょう。どんどん。ボロボロです。素晴らしい成果ですね。いやー、一人来てくれたらもういいという。おっと、 SSR これ一等ですね。一等ですね。一等。ようやく一等出ましたよ。で、優勝がもう引けないということで、こっちですね。ということは、2回引いて終わりですね。さあ、2400枚になりました。240連。SSR の率としては悪くないです。さあお願いします。素晴らしい成果ですね。見放されております。4等もなくですね。さあ最後、3000残っておりますが、優勝ダイヤもねあります。ミッドウェイやってきて、プル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 増えた、プルプル増えた。さあ SSR1 枚、本当にお願いします。すり抜け、そして鬼ヶ島ピックアップはどうした。はい、投げてくる。ラーサバタイ、ショックで忘れておりました。ショックで忘れておりました。こっちですね。こっちも移しておかないと後で大変なことになると。2500枚で、SSR1 等ですね。はい、これで終わりたいと思います。あー、びっくりした。はい、2日経ちましたショックで全く手がつけられないという状況でした。あとね、あと無料、血類石が天井分まで溜まるまで待ってたっていうのもありますけどもね。では続きいきましょう。2点は行きたくないぞよ。さあどうだ、ミッドへやってきて、やってきたノーミー、もう誰が来ても同じだっていう感じですけどね。さあどうだ、もう鬼ヶ島はね来てるので、なんとかなってるんじゃないかなとは思うんですけどね。さあ行きましょう。270連目、ミッドへやってきて、やってきたのみ。さあバサバサバサっとできて、昇格はありえるのか。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。
さあ行きましょう。280連目行きます。誰か一体来てくれないかな、みなしごちゃんってところなんですけども、かなり追い詰められております。さあ来ないですね。あと2回で来てください。水戸へやってきて。やってきたのみ。さあ昇格は素晴らしい成果ですね。つらい、つらいぞこれは。さあラスト2点。うわー、2点いって SSR なし、 SSR なしです。さあ2点終わりました。ちょっと会議に入らせてください。うわこれはやばいっすね。ちょっとこれはどうなのかといったところですね。ちょっと会議を始めます。はい、サドンデースとなりました。いきましょう、優勝ガチャでいこうかな。セレクトですね。さあどうだ。さあ行きましょう。優勝が来ません。これは辛い戦いですね。さあ行きましょう。ミドウェイやってきて。やってきただけ。プルプル震えてほしいところ。さあ SSR もコーナーいい。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。さあ優勝もサドンデスも終わったという感じですかね。さあ続いてはこちらですね。さあ行きましょう。ミッドウェイやってきて。プルプルようやく震えた。さあこれで天才は来るけど、天才何個？この天才にお任せあれ。素晴らしい成果ですね。しかもスルーロキ、ロキです。2等がようやく来ましたがね。はい、これで優勝の方が780、ということは2200、1回引けますね。無償行きましょう。来てくれ。あーダメだった。サドンです。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果でした。はい、ということですかね。はい、ちょっとまた会議を始めたいと思います。おい、なんだどうしたんだよ。おい、はい、一生懸命集めてまいりました。では行きましょう。さあもういいでしょう。もうここまで来たら
さあ306ですね、360回プルプル震えた。さあプルプル震えたけどもう期待はできない。さあどうだ、誰が来るんでしょうか。天才が来て2つに増えて、僕の勇者の素質はたった一人の勇気だ。はい、ありがとうございます。もうここまで来るとなんか感動も何もないですね。はい、とりあえずありがとうございました。僕の勇者の素質は犬の忠義に猿の知恵、キジの勇気、そして師匠に育ててもらった心です。はい、最後まで引けば絶対当たるというね。おっとダブルできてましたね。こういう時だけ当たってもなーっていう感じですね。まあ本当にもういやーなんかがっつりと疲れました。もう本当に疲れました。結果として、360連ですね。そう、二天井ですね。交換場行きましょう。二天井です。はい、クリナリス。クリーナリスですかね。さあ、行きましょう。はい。私の仕事は、平和のうちにある監視。あの幸運は今までね幸運だったんですけど、どうだったんでしょうっていう。私の仕事は死ぬる覚悟で歩むこと。はい、タバル坂もね手に入ったということで、恐ろしい二天井のサドンデスで6回ですね。二天井はねまあしょうがないかなとか思ってたんですけど、まさかあのサドンデスのね6回はちょっと辛かったですね。もうほんと涙が出てきました。追っかければね必ずね全部手に入るというのは分かりきったことですけどもね。はい、ということで、今回のガチャ動画は以上となります。当分優勝というか限定はいいかなっていうとこですかね。アニバーサリーハーフ、コラボ等があればやっぱり突っ込むのかなっていう気はしますけど、もうね期間限定とかはもう回復するとか、取れるっていうのがね分かってきたので、このままでいいのかなと言ったところです。まあ元気がなくなってきました。普段はね絶対言わないんですけども、チャンネル登録よろしくお願いします。ご苦労様という意味でチャンネル登録本当にお願いいたします。ということで、終わりたいと思います。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、ガチャ動画やるかどうか分かんないですけども、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。